はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日は太宰治の築剣談という短編小説で読書会をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は2022年の4月22日です。もうあっという間にもう半年終わり、もう8月に入ろうとしてます。もう月日が経つのが早くてですね、もう怖いですね。どんどん年取っていくなと思いまして、何事もなさずに年取っていく、年だけ食っていくなと思ってね、びっくりしてます。そんなことはさておきね、またちょっと暑くなってきたんでね、皆さん体調崩されないように、水分補給してください。メルマガ登録を募集してます。登録していただきますと読書会にご参加いただけます。あとコンテンツも販売してますんで、よかったら登録してください。あとメンバーシップをですね、募集しております。昔のあの読書会の3年前ぐらいの読書会のコンテンツで、ちょっと著作権上ずっと公開しとくと怪しいのは、みんなメンバーシップの方にアーカイブスを入れましたんで、190円から聞けます。まあ、村上春樹さんのとかですね、まあ、好評だったんですけども、ちょっと諸事情あって、ちょっとそのまま公開しとくと削除されちゃう。まあ、ある程度1万回ぐらい再生されるとね、削除される可能性があるってことが分かったんで、そちらにアップしてあります。なんで、まあ、聞きたいって方はですね、190円で登録してみてください。あとですね、ノートでコンテンツを販売したり、コラムを書いたりしてます。あと、創作物も販売しております。私も創作をメインにね、やっていこうと思いまして。ちょっと、まあ、最近もね、時間というかね、なかなか頭の調子が良くないと何か物語過去的にならないんで、調子のいい時には、なるべく創作しております。また販売したいと思います。よかったら。見てください。あとですね、T シャツ等販売しております。マグカップ。今、玉井さんとレイタ先生の書いてくれたファンアートを、おかげさまで、ポツポツ、ご購入いただいております。ありがとうございます。この夏 T シャツね、新州読書会って入ってないんで、何の T シャツかわかんないと思いますんで、よかったら買って、着てみてください。ホヨさん、なんだよさん、リルさん、イヌコリさん、MIZ さん、トトさん、チトセアメさん、ウィーソンさん、こんばんは。コイン等、ありがとうございます。じゃあ、あらすじを紹介します。これ、太宰治が山梨に住んでた時の話ですね。まあ、いろいろ、薬物中毒とかなっちゃって、山梨の石原美智子さんって人と、まあ、イブセマスジの仲介で結婚して生活を立て直したんですね。で、山梨に住んでた頃のお話です。まあ、このキリギリスに入ってるのは、キリギリスっていう作品の中に入ってるんですけども、わりかしだから、これ1939年に発表されたんで、そのあたりの頃の作品。で、その後三鷹に引っ越すんですね。まあ、三鷹って言っても今都会なんでしょうけども、まあ、昔の、まあ、村、三鷹村ですね、だったそうです。ということでした。ということですって口癖だって言われて、確かに自分で気づかないですね。口癖って。で、ある日、練兵場に散歩に行ったら犬がついてきて、まあ、最初からその、いつかね、犬に噛みつかれるんじゃないかっていう恐怖心があったんですけども、黒い子犬がですね、くっついてきて、で、別に犬が好きじゃなくて、恐怖と憎悪を持ってるんですけども、くっついてくるんで、まあ、行きがかり上飼い始めたんですね。で、飼い始めたんですけど、犬の、その、なんていうか、人にへつらうっていうかね、主人にへつらいながらも、そこら辺の犬に喧嘩打ったりして、そういう、なんていうか、犬の習性が、まあ、あんまり好きじゃないと言いつつ、なんとなく可愛がってると。いうところです。で、ある日、まあ、顔色ばっか伺ってるような犬のね、卑屈な
姿がね、を観察して書いてるんですけども、まあ、可愛がってるっていうか、まあ、いつか復讐されるんじゃないかと思って、そう思いながら飼ってんだって話を奥さんにします。だけど、ある日、皮膚病にかかっちゃいまして、もう、ただならぬ姿になりまして、匂いもするんで、三鷹に引っ越すことになったんで、そのついでに、まあ、捨ててこうかと思ったんですけども、それも気の毒かということで、毒殺しようと思うんですね。で、牛肉に毒を入れて食べさせて殺そうと思って、まあ、拾った連兵場にまた散歩に連れてってですね、そしたら赤犬に絡まれて、そのポチっていう犬ですね、飼ってる犬ですね、喧嘩するんですよ。で、喧嘩した後にね、その連兵場、捨てられてた連兵場で死ぬがいいって言って肉を渡すんですけども、食べても死ななかったんですよ。で、家に、まで帰ってきちゃったんですね。で、最後のシーンですけど、ダメだよ、薬が効かないのだ、許してやろうよ、あいつには罪がなかったんだぜ、芸術家はもともと弱い者の味方だったはずなんだ。私は途中で考えてきたことをそのまま言ってみた。弱者の友なんだ、芸術家にとってこれが出発でまた最高の目的なんだ。こんな単純なこと僕は忘れていた。僕だけじゃない、みんなが忘れているんだ。僕はポチを東京に連れて行こうと思うよ。友達がもしポチの学校を洗ったらぶん殴ってやる。ということで、犬を三鷹に連れてく、まあ、毒殺し、死に損なった犬を、やっぱり、友達だって言って、三鷹に連れてくと。いうお話でした。ということです。まあ、特にあらすじはこんなもんです。じゃあ、どんどん感想文をね、紹介していきたいと思います。トップバッター、MIZ さんです。MIZ さんの感想文がさっき来てたのに気づきましたんで、掲載させていただきました。締め切りは19時です。次回からは厳しく19時で締め切りますんで、今回は、特別に、ちょっと、載せさせていただきましたんで、次回から締め切り守ってください。ちょっと私、古いパソコンでね、メールのやり取りしてまして、ほとんどパソコン開かないんですよ。読書会の前しか。なんで、お返事とか遅れるケースがありまして、あと、19時過ぎたらパソコン落としちゃうんで、落とすとまた立ち上げるのにね、5分ぐらいかかっちゃうんで、まあもう立ち上げないことが多いんですよ。ということで、まあ今日はちょっと付けっぱなししといたんで、見たら届いてたんで、紹介させていただきます。ごめんなさい。いいですよ。まあ、ただ、毎回遅れる人はずっと遅れるってジンクスがあるんで、今回はいいんですけども、今までもね、遅れてくる人はどこまでも遅れるっていうか、毎回遅れるっていうケースが多かったんで、19時で締め切らさせていただきます。念のため。こういう小さな積み重ねが行き違いになってね、行くっていう、なんか怖い経験を、たくさんしてるんで、19時締め切りの場合は19時締め切りで、お願いします。では、読み上げていきます。地区検団感想文。この話を聞いた日に上野動物園に親子のパンダを見に行っていた。動物園のパンダは、新しく綺麗なパンダ舎の中で大事に育てられているなと思った。その後にこの物語を読んだので、昔の人間の動物園の接し方、変われ方の差に驚いてしまうところもあった。前半の方は、一行聞くごとに作者の言い方が面白くいちいち笑ってしまった。まず犬のことが怖くて仕方がない。故に犬を刺激しないように犬に対して卑屈になりおもねるしかなくなっている。恐怖のあまり敵をくまなく観察することになり、犬の生態にかなり詳しくなっているところに作者のユーモラスさが出ていた。かくいう私も動物全般は好きなのだが、犬は少し苦手だ。数年前、中国、上海の田舎に滞在していた時に、日本にはもういないタイプ。多分、実験団の時代にいた野良犬に似ているのかも。の汚らしく、不格好でバイオハザードに出てきそうな野良犬たちが、住んでいたアパートのこれまた汚いゴミ捨て場にたむろしており、3メートル以上の塀で囲まれた細い路地を通るしか敷地外に出られなかったので、今奴らに噛まれたら確実に狂犬病になって、私はこの地で
で死ぬと当時の中国の衛星の進歩の遅さを呪うほど恐ろしかったことを思い出した。最後の方は猫背猫背と強調しているところが面白かったが、話は意外な結末になり驚いた。動物よりも何よりも人間が苦手な私は、作者が犬に対してしていたようなこびへつらいを人に対してやっているんじゃないかと気づいてしまった。了、終わり。ありがとうございました。これウィキペディアによると、まだ動物愛護法などの法整備をされてなくてですね、狂犬病の予防接種の義務化もされてなかったんで、狂犬病の予防接種の義務化は昭和25年だそうです。だから、まあ現在の感覚からすれば犬にちょっと冷てんじゃねえかと思うんですけども、噛まれれば狂犬病になる。今どっかね、アジアの、まあさっき書いていただいた中国とかね、アジアの国ではもしかしたらまだ狂犬病の犬がいるのかもしれないですけど、日本で今義務化されてるんですね。まあまあ、野良犬がいればね、保健所に連れられてって、あれですもんね。ドリームボックスに入れられてしまいますからね。ドリームボックスって言うんですよ。保健所でまとめて、始末してるっていうのは、この前私、テレビで見たんですけども。最後に入る、まあ、ガス室がドリームボックスって名前。なんでドリームボックスなのかと思って。飼い主たちの夢を捨ててるからじゃねえのかってことに気づいてしまって、ちょっと、げんなりしたんですけども。まあだから日本ではね、そんな、野良犬いないですけども、まあいるとかいますよね。今もうパンダね、動物園のね、あれですね、パンダとかもうすごい、もう私レッサーパンダの動画、リツイートしてんですけども、まあ資料用にですよ。別に皆さんに見せなくてリツイートしてるわけじゃないんですけども、人間よりも丁寧に誕生日を祝ってもらってますよね。レッサーパンダって、6月、7月が出産時期なんで、どこの動物園も6月、7月、レッサーパンダの誕生日祝ってんですけども、リンゴにね、レッサーパンダの顔を彫ってね、あげたりしてますよ。まあ、どこも可愛がられてんだなと思って、一方、人間でもこんなに可愛がられてない子供もいるとしたら心が痛いなと思って、おりました。なんで、あれですね。なんだ。まあ、パンダはね、大切に育てられてますね。で、昔の動物は、まあ、残飯を与えてね、ご飯に味噌汁かけて食わせてたみたいな。私、昭和の頃はでも大体そうだったんですけど、今はね、なんかペットフードとかね、美味しそうな、なんか人間も食べたくなるようなね、美味しそうなもの食べてますよね。チャオチュールなんていうのはなかったですけどね。最近出てきたんですけどね。もう猫まっしぐらみたいな感じで食べてますね。前半の方は一行聞くごとに作者の言い方が面白く一時笑ってしまった。まあまあ、ユーモアセンスっていうかね、大げさに書いてて、まあちょっとエッセイ風の作品なんですけども、言い回しがね、面白いですよね。饒舌体っていうか、下作っていうかね。まあ、中身のないことね、面白く書いてるだけなんですけども、特に中身のある、まあ、中身があるかないかは人によるか。まあ、なんでもないことね、犬について3歳の我が子愛児をして、その猛獣の耳をぐいと引っ張らせて大笑いしてる図に至っては戦慄。目を覆わざるを得ないのである。あ、まあ、朗読してみるとわかるんですけども、太宰の文章って独特のリズム感があって、朗読しやすいんですよ。まあ、夏目漱石とかも朗読しやすいんですけども、森外の文章って朗読してみると良さがわかりました、私も。目で追ってるとあんまりわかんないんですけど、朗読すると結構気持ちいいリズムで書かれてんで、まあ、太宰の文章も、結構、独特のユーモラスな、グルーブ感っていうか、まあ、言い回しがね、面白いと思いますね。で、まあ、前半、まあ、あんまりドラマはないんですけども、まあ、最後のオチの部分ですよね。芸術は、ここから始まるみたいなね。芸術の出発点で、
これが出発で最高の目的だって何を言ってんだかよくわかんないんですけども、急にそういう悟りを経て犬を連れていくっていう話なんですけどね。ということです。最後のは猫背と強調している。まあ、犬を捨てに行って帰り猫背になって帰ってくるということですね。まあ、南アルプスの連峰も富士山も何も見えない。南アルプスの連峰っていうか、綺麗ですよね。私この前飯田から、伊那の方に高速走って帰ってきたんですけど、前、中津川まで行ったんで、馬込を見に行ってきて。すごい綺麗ですね、八ヶ岳で。南アルプスなのかな？中アルプスか。山並みがね、びっくりしました、私。まあ、北アルプスも綺麗なんですけど。それに勝るとも劣らない美しさでしたね。で、まあ、山梨から見る南アルプス。山梨はね、南アルプスも見えるし、富士山も見えるんですね。ということですよ。まあ、そんな中を猫背で帰ってきたって。まあ、ちょっとね、富士には月見草がよく似合う的なね。まあ、ちょっと情景描写もね、うまいですね、かっこね。で、作者が犬に対してやってたような媚びへつらい人に対してやってるんじゃないかと気づいてしまった。なるほど。まあ、犬も人の顔を見て、まあ、犬はね、家族に序列をつけるっていう言うんでね、ということですよね。だから、人の顔色見て態度変えてんでしょうね。じゃあ、ありがとうございました、MIZ さん。パンダ社の隣にレパンダ社がこじんまりとあります。あ、上野にもレパンダっているんですか？まあ、大体のとこに今、レパンダ結構繁殖力が強いんだが、レッサーパンダいるんですかね。そうなんですか。まあ、見に行ってみたいですね、またね。私も上野動物園なんて学生の頃行って以来、行ってないですからね。じゃあありがとうございました。最後の芸術論はポーズかな。ここの芸術論がね、どういう意味なのかって問題がね、ここがないと、椎名誠のエッセイみたいになっちゃうんで、椎名誠のエッセイを一回も読んだことないのに、おそらくこんなこと書いてんだろうなって。ただ面白おかしく書くっていうエッセイストはいるんですけども、太宰が違うのはちょっと、まあ、ポーズっていうか最後の芸術論がね、これがまあ、聞いてんじゃないですかね。だと思いますよ。じゃないとね、面白エッセイの人みたいになっちゃうんで。そんだったらそんなに残らないような気がするんですけどね。と思いました。じゃあありがとうございました。あ、浦島さん、桜さん、こちら、コインバグありがとうございます。では続きまして、メルマガ読者エバタさん。ポチのことなんて全然好きじゃないんだからね。引用はじめ。私はポチを愛していない。恐れ憎んでこそいるが、微塵も愛してはいない。死んでくれたらいいと思っている。引用終わり。死んでくれたらいいのに、それを言っちゃおしめよ。なのだけれど、結婚してうん十年経つご夫婦。義理の親の介護をする妻、ファンに囲まれてキラキラ笑顔のアイドル、大勢の読者に支持されている作家先生などなど、全国つつうらうらにこんな共依存の人間関係があるんじゃないか、と私は思うんだわん。本当は怖くて仕方ない、ポチもどい〇〇に対して満面の微笑みをたたえて、いささかの外心もないことを示し、ニコニコ癒やしい追笑笑いを浮かべてもね、やっぱり相手がいてこその自分、任をはじめ、でも、ちょっとポチが見えなくなると、ポチはどこへ行ったろう、どこへ行ったろうと大騒ぎじゃないの。いなくなると一層薄気味悪いからさ、僕に隠れて密かにどうしよう、救護してんのかもわからない。あいつは僕に軽蔑されてることを知ってるんだ。復讐心が強そうだからな、犬は。引用あり。とか、なんとか言っちゃって、本当はやっぱり離れられないんだわ。離れられないわだわん。なぜ離れられないのか、それはきっとマウンティングしたいのでしょう。許してやろうよ。あいつには罪がなかったんだぜ。芸術家はもともと弱いものの味方だったはずなんだ、と言った具合に。で、いつしかマウンティングする方もされる方も一つになってだんだん似てきちゃうのだろうな。世界も一つになっちゃえばいいんだワン。ワッターワンダブルワールド。以上、終わり。ありがとうございました。
前回の反省を生かしていただいて、ちゃんと引用してくれました。ありがとうございます。前回、なんか、江端さんの作品に関係ないエッセイを、たまに送ってくるんで。前回そのこと、ちょっとね、指摘させていただいたら、ちゃんと引用を入れて、作品沿って、感想を書いていただきました。ありがとうございました。まあ、共依存というかね、嫌い、で、ボジのことが全然好きなんじゃないんだからね、ちょっとツンデレですよね。ツンな割にデレてるみたいなこと、延々と書いてて、まあ、いますけども。嫌いだって言いながらね、姿が見えなくなると、どこ行ったっていう、というかね、離れられないと、いうことですね。マウンティングがしたい。この犬の姿を描写しながら何かね、人間社会の風習をちょっとしてんでしょうね。おそらくね。まあ、自局からあんまりそういう振り込んだ風習をすると問題でしょうから、まあ、ここまでぐらいがかけるギリギリだったんでしょう。芸術家はもともと弱い者の味方だったはずなんだっていうのね。ここが、まあ風刺っていうか、まあ他の芸術家が体制よくさんでね、文学報告会とか入ってね、自局におもねったこと、心にもないこと書いてるから、権力に取り巻かれちゃってるから、まあ芸術家はもともと弱い者の味方だったはずなんだってことを、ちょっとさらっと犬に寄せて書いたのかもしれないですね。という意味で、ちょっと反抗の身振りっていうかね。まあそういうのも権威主義だって、反体制も権威主義ですから、権威主義って権威主義で単なるガス抜きじゃねえかって話もなんですけども。まあ太宰としては、ちょっとそういう、猫背でそういう反体制的なことを匂わすっていうかね。まあそういう身のやつし方をされてたんでしょうか。そんなこと思いました。じゃあ、江端さんありがとうございました。What a wonderful world. サッチモって誰だ？サッチモって人いますよね。なんだっけ？そんなような曲、ありますよね。その話ですかね。じゃあ、ありがとうございました。ポチイコール太宰で想像しました。まあ、太宰もポチなんですけど、まあ、まあ、いろんな解釈があると思う。まあ、それはおいおい、お話ししていきます。では、続きまして、メルマガ読者、さくらさん。犬の気持ち。読み始めてすぐ私が常日頃思ってるようなことが書かれていてびっくりしました。尻尾を振って友好的に見せかけてガブリと噛まれるのではないだろうかと常に思います。なので、散歩をしている人がいて、ちゃんとリードをつないでいたとしても、そのリードがすごく伸びて、私の方に飛びかかってきたりしないかと、心配で警戒しながら、そばを通るようにしています。犬を憎んでいるわけではないのですが、人間同士会話できても、ちゃんと伝わらないことも多いのに、日本語を話さない犬の気持ちは本当にわかるのかと、疑問に思うのが信用できないところかもしれない。このお話の主人公は、最初は私と同じ感覚だったのに、最後はすごく可愛がっていて、飼うと気持ちが変わるものなのかなと思いました。でも奥さんは最初から冷静に犬と接していて、捨ててきてというのは良くないし、ひどいけど、正直な気持ちなのかもしれないと思いました。可愛い時も可愛くない時も一緒にいられる信頼関係を築くことができたら、いきなりガブリとやられることはないかもしれないなと思いました。終わり。ありがとうございました。人間同士だって意思疎通、結構難しいのにね、犬を信頼できんのかっていう問題、根本的な問題ありますよね。私だから YouTube とかで赤ちゃんとなんか犬とか、大型犬とね、赤ちゃんとか置いてあるのを見ると、頭おかしいんじゃねえかと思いますね。赤ちゃん噛み殺されたら、どうすんだろうってね。そんなに全幅の信頼を置いて、犬を大型犬を赤ちゃんのそばに置いてる
この根拠は何なんだってちょっと思いますけども、まあ、勝ってる人にしてみればね、絶対そんなことないと思うんでしょうね。だけど言葉が通じるわけじゃないのにね。まあそれはまあペットを飼ってる人と飼わない人のまあ超えられない壁なんでしょうけども、私はわりかし大型犬に赤ちゃん一瞬映ってるの見るとうわって思いますけども、まああれ欧米の人が多いですね。日本であんまり大型犬と赤ちゃん動画見ないですけども、外国ので見ますよね結構ね。まあそうは言っても3歳児が銃をいじって親を殺してしまうとか、そんな事件が起こるようなアメリカの銃社会ね、幼児が親のピストルいじってて親を射殺したとかよくあるんじゃないですか。ああいうことが起こるんだから、もうあんまり考えてねえんだろうなと、まあ思わざるを得ないですけどね。まあ文化の違いなんでしょうけどと思います。まあね、いや、まあ朝散歩したりすると犬に吠えかけられたりしてね、なんだこのバカ犬って言いそうになりますね。飼い主の手前でね、ちゃんとしつけとけとかね、吠えられるとね、打犬に吠えられたら腹立ちますね。怪しいと思われてるのかな。わかんねえけど、なんか匂ったのか。ということでした。まあ奥さんは最初から捨ててきてと言ってた。まあ奥さんも出てくるんですけども、奥さんでも最後まで浮かぬ顔してたんですけどね。捨ててきて、ご近所に悪いは殺してください。ね、割りかしすごいこと言いますね。今の動物愛護意識に照らせば結構ひどいこと言ってんなと思いました。じゃあありがとうございました、さくらさん。ルイ・アームストロングだ。そっか、ルイ・アームストロングだわ。あ、そっか、だからたまに聞きたくなるな。ありがとうございます。噛まれた時は犬は人を見ます。人によって吠えられた、今日吠えられたんだ、朝散歩してたら、なんだこのバカ犬と思ってカチンときた。まあしょうがないそれ。噛まれた時は噛まれた時なんです。そういう達観で飼ってんのかな。なるほど。じゃあさくらさんありがとうございました。では続きまして、メルマガ読者トトさん、地区県団太宰治感想文。私は犬については自信がある。きっと噛まれるに違いない自信。最初からフェイントをかけられた。ダスゲマエネの私の左の横顔だけを見せつけ、私の男を売ろうと焦りのように、なんだかわからず冒頭からぐっと引き込まれてしまうのだ。こんなに犬を恐れているのはやはり友人の3721日間の通院が痛く響いているのだろう。猛獣と称し極度に恐れているが、主人公の犬への復讐心の方がはるかに残酷であることがとても矛盾している。犬の忠誠心は卑劣。罵詈雑言を浴びせるように犬嫌いは炸裂するのだが、自分と似ているとのオチが情けなくてとても良い。臆病と凶暴と信心深さと残酷と矛盾だらけの見えっ張りとかっこつけはいつもの太宰先生の正直な素直な本音である。あまり使いたくない言葉なのだが、なんとも可愛い人だと思ってしまう。犬を嫌い、復讐心のあまり犬を研究しすぎて、どんどん犬好みの人間になってしまい、犬に好かれてしまう。この節度を知らぬ行為はどんどん逆効果を生んでいく。その高学心と情けなさのアンバランスが滑稽であった。常にリーダーになるべき存在を求めているという犬の習性を考える。犬の顔色を伺い好かれるように行動している主人は、すでに子犬に馬鹿にされている存在である。しかし喧嘩に負け、心身ともに成長していくポチが、主人を主人と認めていくことや、主人がポチに対して変わっていく心の過程がじわじわ伝わってくるのだった。醜いポチ、たまらない奴さの中で皮膚病の周期を考えてみても殺してくださいという妻の言葉は常軌を逸していたが、
真実に近いお話だとすれば妻の立場を考えて書くことを拒まなかったのだろうかと考えてしまった。このあたりからポチは主の顔色とその動きをじっと感じていたに違いない。我が家の愛犬は散歩に行くときっと獣医に行くことを無言の私から感じ取っていた。言葉に出さなくとも医者に行くことをすでに感じ取り全身が震えていた。直感的に散歩もと識別しているそのことに驚いた。主人はペチャペチャと食べていたと書いてあるのだが、ポチはすでに何かを感じ取って主人を凝視していたのだと思う。背を向けてこちらを見ない主人の様子から、いつもと違うことを察し、きっと食べることをやめてしまったのだと思う。思った。薬が効かなかったのではなく、舐めただけで食べなかったのだ。それぐらい繊細な神経を持っているのが犬であると思う。喧嘩を許した主人と、を主人として認識をし、置き去りにされることを直感したのだと思う。芸術家はもともと弱いものの味方だったはずなんだと妻に言い訳する主人、太宰先生に本当に大丈夫ですかと思わず口から漏れてしまった。この道化のようなとんでもなく矛盾を抱えた情けない主人の姿が笑いを誘った。やはり可愛い人である。こんなにもずっと妻に気を使う主人と妻の関係を想像してしまった。日頃重ねてきた主の汚点のせいであるかは明白である。とても面白い作品だった。終わり。ありがとうございました。ペチャペチャと食べていたけども、犬は何かを感じ取って、舐めただけだった。やっぱりわかるんですかね。獣医に行くときにはわかる。なんかね、YouTube の動画見ててもやっぱり病院に連れ、予防注射を受けるときは、絶望的な顔してますね、犬もね。散歩に行くときと違うってことは、わかるんですね、あれね。そういう意味ではお利口なんですかね。猫もわかんのかな、でも。まあ、個体によるでしょうけども。だから、まあね、連れてかれれば自分が殺される、ドリームブックスに入れられる犬も本気で抵抗してましたからね、自分が殺されるってわかるらしいですね、あれね。保健所に連れてかれた犬もね。まあ本能的にそれすら分かんなかったら、どっか本能が麻痺しですね。と思いました。だから、まあこの犬も分かってて食べなかった説、そうかもしれないですね。喧嘩を許した主人に置き去りにされるほど直感したのか。犬の立場に立ってみると、まあそうなんだ。まあ、犬も主人を観察してたってことか。ですね。で、冒頭の、まあ、やっぱ書き出しがね、やっぱりつかみが OK って感じでね、ムッシュムラムラみたいなね、フルリンパみたいな感じで、つかみがね、私は犬について自信があるね。まあ、導入部分うまいですね。私の左の横顔だけを見せつけ、私の男をうろたせる。やっぱね、冒頭ね、やっぱ掴むような、こう、いいパンチライン入れてきますよね。私は食べたけど効かなかったのかと思ってたんですね。すごくよくわかります。驚くほど人をよくよく見抜きます。あ、そうなんですか。まあ、宮台真司先生が僕は犬に動物に好かれるんだって言って嘘つけと思いましたけどね。なんで宮台先生の話を出す？僕はよく猫に懐かれるんですって言って。動物がなんか自然と向こうから懐いてくるんですよみたいなこと言ってて。本当かなと思って。本当かなって思って聞いてたんですけどね。特に怪しい人を見抜く。あ、そうなんですか。じゃあ番犬って意味があるんですかね。あ、マサイさんもこんばんは。なるほどね。なるほど。私は特に動物に懐かれるあれでもないんでね。まあ、そんな人間なんでしょうね。なんていうか、私は逆にね、犬が好きな人とかに対する偏見がね、やっぱりね、あるんですよね。なんかほら、
中学校の時とかもなんかすげえ、なんてすげえ不良なのにね、犬を可愛がってる人とかいたんですよ。なんかやっぱ性格が、なんだ、すごい、人間に対してはね、なんていうか凶暴なのにね、犬にだけこう、不良少年がね、なんかこう、学校ではもう傍若無人なのに、なんか、校庭に犬散歩させててすげえ可愛がってんのとか見ると、なんだか、やっぱ俗物ってこういう属性なんだなってね不良少年に限って子犬を可愛がるってね、こういうベタベタな、なんか俗物ってのはこういうベタベタな属性で生きてんだなって思ってなんか雨の中子犬抱いたりしちゃってて、やっぱ不良少年っていうのはなんかやっぱりオリジナリティがないなって、世界中こうなんだろうなと思ってね、軽蔑しながらもう中学生ぐらいの時見てたんですけども、まあ、子犬を可愛がってる自分に酔ってんだろうな、みたいなね。どうせ。その割に人に対しては繊細っていうか、まあ、なんていうか、まあ、不良少年って神経質なわけですよね。で、動物にだけ心を開いてるみたいな、そういう、神経質であれなら動物に心を開いてるとどこを人に見せようってすることが、まあなんていうか、この前お話ししたね、私は40過ぎて旦那が好きすぎてしょうがないんですけど、恥ずかしくて相談できませんっていう相談と同じものを感じますよ、その。ね。宮田さん、宮台先生に、宮台先生もそれを感じたんですよ。僕は動物に好かれるんですっていう、なんかな、神経質でね、人に対して神経質っぽい割には、動物に好かれるっていう、そういうなんか自己表現というか、なんかそういう立ち位置を取りたがるっていうことに批判がないっていうか、まあ俗物だなって思いますけども。私はね。だから、そういうこと見ながらね、そういうこと感じさせない YouTube のね、ペット動画だと、まあ、ありがち、私も好意を持ってみるんですけども、やっぱその、飼ってる人のね、自意識がペット動画に溢れてると、やっぱそういうペット動画ってコメント欄が荒れるっていうかね、もうすぐほら、動物虐待だとかね、言われるわけですよ。だからそういうのは、人間の方がやっぱ見てるから、そういうこと思いますね。アフリカケンネル事件。何ですか？アフリカケンネル事件。アフリカケンネル事件。あ、最多愛犬家事件。あ、ありましたね、昔。あったあった。なんかもうそんな話はいいや。ということです。動物がやたら懐く。戦闘お兄さんで描かれてたブッダみたいなんですか、宮台先生。宮台先生、違う、宮台先生ね、人が言うなりんですよ、宮台先生には動物が懐きますねって、なんかその志村動物園みたいに、志村園長にはやっぱ動物が懐くんですね、みたいな、子供と動物はもう志村さんが好きなんですねって言って、本人がいや、そうかなって言って、照れるって言うならわかんですけどね、自分からね、僕は動物に好かれるんですとかいう自己申告、いらないじゃないですか、そんな。そういう自意識ね、まず締め殺してから表現しろやって思いますよ、それね。わかんないけど以前美体となんとかと諦めて言ってましたね。美体と育児と諦めですよ。生きの構造、福木修造の生きの構造っていうのがあって、何が生きかっていうと、美体と諦めと育児があると生きに見えるんだって。不良少年？雨に打たれて子犬を抱えてる不良少年、生きなんですか？生きなのかな？生きか。美体と諦めと育児。喧嘩で負けて顔中血だらけになりながら、雨の中子犬拾った。拾って、子犬に雨がかからないように、グラウンドで抱きかかえてる不良少年。
意気なんですかね。ヤンキー漫画で意気なんでしょうね。かもしれない。ありがとうございました。で、なんだっけ。芸術家はもともと弱いものの味方だったはずなんだと妻に言い訳する主人公で本当に大丈夫ですか。まあ、妻に言ってるからいいんじゃないですか。妻呆れてんでしょ。何言ってんだ、この人って思ってんでしょ。また始まったみたいな。言い訳が、みたいな。感じだから収まってるけども。まあ。だからいいんじゃないですか。家族のうちで収まってんだから。まあ、読者はどう思うかは別ですけどね。ああ、太宰先生、いいこと言うなって言って、釣られるファンはやっぱこの作品好きだと思いますよ。何言ってんだこいつ。って思えばね。何かっこつけちゃってんだみたいな思えばね。読まないけども。まあ、やっぱその、なんで太宰先生はね、意外とその、ちょっと前半ユーモラスおっちょこちょに書きながら後半こう、ピシッと締めるとこがあるんで。まあ、うまいなって感じはします。いやらしいって感じはあんまりしなかったですけどね。まあ、可愛い人だと思われるね。ほら、もう、落とし穴ですからね、こんな、太宰を可愛いと思うのは。もう、太宰の掘った落とし穴にね、可愛い人だなんて、やっぱ、落ちてるんでしょ、これ。落ちて、フォーリンラブですよ、これ。ね。ということに、私は思ってしまいますけど。まあ、妻の方はそう見てないでしょうね、多分ね。と思います。前編ビクビクしてます。ああ、まあねえ、まあ本当に犬が嫌いだったんですかね。まあ犬がそのへつらって甘ったれてるって意味ではこの文章もわざとビクビクして。へつらってんじゃないですか、読者に。人が怖がってんの、妻に気を使ってる。それはあるのか。まあ、なんで妻に気を使ってるか、だから犬じゃないからでしょ。女の人がこうやってついてきて家にあげたりしてたからでしょ。じゃないんですか。犬、畜犬団と言いながら、愛人のことを語ってんじゃないですか。文学志望の少女が家についてきちゃって、なんか面倒見てるけど、奥さんにそういうのじゃないんだみたいな。言い訳しながら家に連れてきてるけど、やっぱそうだったみたいな話の暗喩にもなってんじゃないですかね。そういうことじゃないですか。そういう風に読まないと、犬の話じゃないんでしょ、これ。人間の話なんでしょ。太宰の取り巻きでしょ。取り巻きが、歩いてると取り巻きがついてきちゃうんですよ。男でも女でも。家訪ねていくんですよ、太宰先生に会いたいって言って。で、なんか、会いたいって向こうが、本当は、自分を慕ってる読者のことを憎んだり、嫌ったりしてんだけども、まあ、やっぱ優しくしちゃうんですよ。お客さんだからね。まあ、女性とは限らないけど、まあ、田中秀光みたいな人。太宰のことに心酔して。私ね、野原和夫っていう太宰の担当編集だった人の回想、太宰治って本ね、新潮文庫から出てんですよ。学生時代買って読んでなかったんですけど、積読本の中から出てきたんで、ちょっと読んでたんですよ。やっぱりその人も学生時代にね、太宰読んで好きになっちゃって、まあ家まで訪ねてったんですね。で、自分の小説とか見せてね。立っていって。まあ、その後、ほら、戦後新潮の編集者になったんで、原稿取りに、また3年ぶりにね、行ったって話まで読んだんですけども。だからたくさんいたんですよ、多分、太宰。太宰を学園祭みたいなね、ところに来てくれとか、なんかその、講演しに来てくれとかって頼んだりして、やっぱ太宰の熱狂的なファンがね、いたんですよ。それをね、犬だって言ってんじゃないですか、これ。捨て犬みたいなやつついてきて、甘えてくるから、どうしようかって、話なのかなってちょっと思いましたけどね。
だそれを全面的に書いちゃうと、ほら、読者に喧嘩売ってるみたいになるから、ちょっと捨て犬っていう形で書いてるんじゃないですか。ね、そう思って犬のところを女に書いてもぴったりな文章が何箇所もあるんです。まあ女性とか、まあ女性だったら、まあ結局ほら、毒を飲ませるっていうのは結局、心中未遂みたいなもんじゃないですか。自分も肉に毒入れて食わせて自分も食べれば犬と心中することになっちゃうんですから。そんなような小説いっぱい書いてんだから、まあちょっとその雰囲気はしますよね。そういうことは思いましたけど。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ続きまして、メルマガ読者、ホヨさんです。畜人。月の対義語は嫌いでなく無関心だと思う。多分、太宰は犬のことは本当に好きなのであろうが、犬を可愛がっている自分が滑稽に思えてしまう。それが一番嫌なのであろう。太宰らしい面倒くささである。犬に対して大小様々理由をつけて嫌いであるという結論を出そうとしているが、その理由のどれもが他のもの、猫だって人だってにも適用しようと思えばできてしまう。人間はしばしば結論が先にあって、それに対しての理由付けを探そうとしてしまう時がある。そういったバイアスを取り除くのは容易ではない。生きた犬は危険だから、殺してしまおうと考える人間はいつか生きた人間も危険だから殺してしまえばいいという思考に落ち込んでいってしまう。最後の毒入りの餌、あれがもし効いていたらどんな風に思っていたのだろう。あれはポチのためだったのか、そんな風に言う気がしてならない。あれはポチのためだったのだそんな風に言う気がしてならない。ポチのような畜生にそれらが向けられているうちは笑い話で済むのかもしれないが、その考えが一人でに歩き出して自殺や心中という結末に向かってしまったんじゃなかろう、じゃないだろうか。人間のエゴで動物を搾取する現実を危険な自己正当化で擁護しようとすれば、上記のような極端な思考に結びついていってしまう。自分自身のため、私はあらゆる生命を踏みにじっている。まずそういうことを認識して生きていくべきだ。そう思った。終わり。ありがとうございました。まあ、猫を殺すやつは人を殺す。みたいなね。昔猫殺ししてたらね、なんか人殺しちゃった事件ありましたよね。なんか、神戸のね、連続殺人事件とか。やっぱね、猫が殺されるとね、人が殺されるんじゃねえかみたいなね。アノマリーが、わりかし、言われますけど。まあ、やっぱりこれですね、心中とか、自殺や心中という結末に向かってしまったんじゃないだろうかっていうかね、犬を毒殺する話をわざわざ書くっていうメンタリティが、まあ結局さっきも言った通りね、犬に噛み殺されると思うっていうのはね、なんか山崎富江さんと心中して死んじゃった最後、スタコラサッチャンと呼ばれた山崎富江さんという人と最後心中して亡くなっちゃうんですけども、まあ現場検証するとどうやら女の人が引きずってって受水させたっていうね、なんか本とかテレビでやってましたけども、太宰は死ぬ気がなかったんだけども、相手の女の人がもうその気になっちゃったっていう。まあそれを、なんていうかまあ予言してるっていうかね、犬に噛み殺されるっていうのは女の人に無理心中させられるってことの予言なような気もしないでもないですね。だから、笑い話で犬に向けて書いてる話なんですけど、よくよく太宰のその後の人生を考えてみると、犬に噛み殺されるどころか、まあ、ああいう最後、まあ、思い詰めた女性にね、なんかこう、心中ほのめかしてたら相手が本気になっちゃって、連れてかれちゃった感じがあるんで、まあ、そのことを予言してなくもないなと、ちょっと、私は、読んだ後、ぼんやり、薄ぼんやり考えてたらそこにたどり着いたんですけども。なんでしょうね。
犬のことは好きなんだろうが、犬を可愛がってる自分が滑稽に思えてしまう。それが一番嫌なのである。まあやっぱこの太宰ってこの自分の犬だけに尻尾をつかませないっていうかね、まあ尻尾を見せてるようにして、これは本当の尻尾ではないっていうふうにポーズであって創作であるみたいな言い訳を延々としていくじゃないですか。まあ割りかしどこに本心があるか、つかませない書き方してるような気がするんですよね。まあ最後のその芸術家弱いものの味方だみたいな一言も、これ本気で言ってんのかなってね。弱者の友なんだ、芸術家にとってこれが出発で最高の目的なんだみたいなのね本気で言ってんのかなって、全部人を釣るために言ってると思うと、とんでもねえ詐欺師だなと思うんですけども、まあ読み手の方はどっかね、どっかに本心が現れてると思って読むから、まあ落とし穴に落ちるっていうか釣り込まれてんだと思うんですけどね。ほんとひどい人間に見られたくないわけですよ。だって毒殺してそのままね、連平所に放置したなら小説に書けないわけですから、結局は救うんだっていう話まで全部を通して何を書こうとしてんのかってやね、なんか自己弁明ですよね。私はそんな非常なことができる人間じゃないと、犬も殺せない人間ですと。弱い者の味方でやっておりますみたいな。なんかまあポーズってポーズです。なんか。それがなんかやっぱその何て言うんだろう、影響力あるんじゃないですか。やっぱ真似やすいっていうか、そういう感じはしますね。自分自身のために私はあらゆる生命を踏みにじってる。まずそういうことを認識していく、生きていくべきだ。そう思った。まあだから志賀直哉先生が太宰に対して厳しかったのはここですよね。だなんか余計なことばっか彼は書いてるって思ったんでしょうよ。決定的ななんか、まあ自分自身にも向かい合ってないし、なんかその倒壊、自己倒壊っていうかね、ああいうのがやっぱだ、ほら志賀先生の書いてるものってなんか自分を突き詰めていくみたいな、自分の醜さを引き受けた上で開き直るみたいな、やっぱ不倫だってしてしまうかもしんないって、俺は自分で自分が分かんないんだと、やっぱ犬も殺しちゃうかもしんないみたいなね俺何やるか分かんねえみたいなとこ正直に書いてんじゃないですか。だけど太宰の場合はやっぱり私は優しい人間なんですみたいなものをね、で終わらせるから、まあ鋭角腰のポーズって、まあそうなので鋭角腰だなって、まあちょっと思っちゃうんですよね。じゃあ、ありがとうございました。ポーズ批判。まあ、優しい人だと思われたいんでしょうね、やっぱね。本当の優しさ、本当の優しさは何なんだって。やっぱポーズが先に来るんですよ、いつも。道化が。あらゆる人に対してこう、道化っていうか、笑わせようとかサービス精神で生きてるから、なんじゃないですかね。メロスの最後に似てる部分もある。セリヌンディエスと抱き合って裸で抱き合うみたいな。まあ似てます。まあ、似てるっていうか、まあ同じような落とし方、どう同じようなのかっていうと、なんなんだろうな。まあ、あれか。あ、同じですね。この犬をセリヌンディエスだと思えば、ひどい目に合わせてね、君のためにちょっと3日間、妹の結婚式に出るから、人質にな、身代わりになってくれって言って帰ってこないみたいなね。犬消しかけて喧嘩させてね、毒の入った肉片食わせようとしてね、やっぱり俺が悪かったみたいな。まあ似たムーブですね。じゃあ毒を食わすんだって思います。やってること辻褄はね、走るメロスと一緒ですよ、やっぱ。走れよメロスって。もう最初からね、もう王様に捕まって殺されてるって話じゃないですか。妹の結婚式にどうしても出なきゃいけないみたいな。必ず帰ってくるからって言ってね。萎縮のセリヌンティウスを身代わりにって言って。で、帰ってく途中で、
僕は帰らないつもりはなかった。帰ろうと思ったけど、もう体が言うこと聞かないみたいな。彼も許してくれるはずだ、みたいな。勝手な言い訳ばっかり言ってね。ちょっと寝ちゃうんですよ。だ元気になっちゃった、みたいな。戻ってくる、みたいな。まあ、心の弱さを書いてんじゃないですかね。まあ、まあ、でも自己基盤って自己正当化みたいなのをね、永遠書いてますよね。じゃあ、ありがとうございました。さっきの諦めに通ずるものはダダにある気がしました。そこが現代人にも人気のある理由じゃないかな。まあ、諦めっていうか、本当に諦めてんだ、筆でも折れって話だけど、諦めのポーズっていうか、何なんですかね。まあまあ、あのね、その野原和夫さんの本に書いてあったんですよ。野原和夫さん、その編集者だった人はね、自分の自作の小説をね、太宰の家持ってってね、そしたらまあちょっと飲みに行こうって近くのバーに連れてかれて読んでくれたんですって、その場で。で、感想っていうかね、小説を書くってことは日本橋で裸で大の字で倒れてる、大通りにね、大の字で倒れてることと一緒なんだよって言ったって言うんですよ。だからまあ、なんかだ、赤裸々に自分の思ってることね、自分の思ってる自分の恥ずかしい部分も全部書かなきゃ作品にならないよってことを言ったそうなんですよ、野原和夫さんにね。まあ、書いてますよね、でもね。普通の人だったらそこまで書かないことね。まあ、書いてるところはあると思うんですけど、まあ、そこが人気なんじゃないですか。まあ、そこもポーズじゃねえのかなって思えばね、まあ、もうそもそも読まないっていうことになっちゃうんでしょうけど。他の人が言わない恥ずかしいことまでこの人は言ってくれてるってことなんじゃないですかね、やっぱね。性格が破産してるんじゃないかしらって、これ犬に、奥さんがね、性格が破産してんじゃないかしら。飼い主に似てきたというわけかね。ね、言ってんじゃないですか。性格が破産してるっていうのは、自分の恥ずかしいこと全部書いてたら性格破産してんでしょ、やっぱ。それを飯の種にしてんですから。そこまで振り切れなきゃ、やっぱ物なんか書いちゃいけないでしょうね、やっぱね。私もできないですよ、そんなことね。じゃあ、ありがとうございました。では続きまして、メルマガ読者、千歳飴さん。ポチ肉ビッタケ。太宰治作品では必ずと言っていいほど主人公が聖書についてちょっと語るのだが今回はなかったのでそこが少し物足りなかった。やはり太宰治にはキリスト教をねじ込んで欲しかった。とはいえ自己嫌悪と自己愛のモノローグは今回も大きな柱で主人公は相反する感情を同時に持つアンビバレンスの泥沼にはまり込んでいた。主人公は犬を嫌悪しているのにその嫌いな犬たちをよく観察していた。餌が欲しくてこびへつらう振る舞いが気に食わないなど自分と似ているところが多いことに気づいてますます嫌悪する。民謡をはじめ、スズメを見よ、何一つ武器を持たぬ戦弱な賞金ながら自由を確保し人間界とは全く別個の小社会を営み、同類層親しみ、金銭日々の貧しい生活を歌い楽しんでるではないか。思えば思うほど犬は不潔だ、犬は嫌だ、なんだか自分に似ているところさえあるような気がしていよいよ嫌だたまらないのである。引用あり。主人公の気持ちはわからなくもない。私自身が自分と共通点の多い他人はやることなすほど鼻につく。でも気になって観察してしまうところがある。これも自己愛と自己嫌悪の感情を同時に持つアンビバレンスをなせる技であろう。後半はポチが喧嘩に見事に勝ち、毒入り餌も効かず一緒に三鷹に引っ越しできるようで、すべてがめでたしめでたしだった。課題図書で前回読んだウバセは、自分が飼いならしたと思い込んでいた共依存関係の妻に裏切られ、心中未遂をして、これはこの女を愛してるが別れるなどアンビバレントなモノログが綴られていた。飼い主に従い自分の考えを言葉にしないで犬を捨てずに可愛がるが、行動や考えを操作できない他人のとの関係は築けないのである。キリストの発言に一時救われても確信のところで希望を失ってしまえば魂は死んで心中してくれそうな他人を探し続けるだけなのだろうか。困難なくして権威主義や共依存に足を救われず他人同士が一緒に生きるのは不可能だが相手が動物ならたやすいのである。終わり。
ありがとうございました。まあ、上捨てに似てるなとは思いましたね、私もね。上捨てもなんか、浮気した妻を水上温泉に捨てに行くみたいな感じが、ペット捨てに行くみたいだなって前読書会で思ったんですけども、まあこれも、これは犬を捨てる話なんですけどね。まあ犬を捨てるっていう話を書きながらなんか、まあ心中をほのめかしてる。無理心中っていうかね、なんか、犬との共依存関係っていうか、まあ嫌いだけど離れられないっていう、そういうことを書いて、まあ、最終的には犬だから引き受け、犬だから一緒に暮らせますけどね、人間だったら、あれは結局ね、なんか自分だけ、東京帰っちゃったんだっけ。自分だけ東京帰ってしまったんでしたっけ。で、親戚、おじさんに頼んでね、引き取りに行ってもらったんですね。でも妻と別れるって言って。まあ、毒入り、食わせて死ななかったから捨ててきたみたいな。そのまま、連兵所に捨ててきたみたいな。毒が効かなかったけど、連兵所に捨ててきたみたいな話でしたけど。まあ、ちょっとに、まあ、同じような話だなって思っちゃうと、犬とこの、ね、浮気してた妻はどう違うんだって。ちょっと思っちゃうことがあったんですけどね。まあ、人間相手だとやっぱキリスト教聖書の一節がねアクセントで入ってくるんですけどね。まあ、自分が罪深い、自分が罪深いけどもともと人間性にある罪だみたいな。ほんとね、イケシャーシャーと言いますけどね。今回はそれがなかった、それがなかったらねじ込んでほしかった。それがあるとちょっとやっぱ犬の話としては重いですね。と思いました。まあ犬は言葉の通じない犬は捨てずに可愛がるが、他人の行動や考えを操作できない、操作できない他人との関係は築けない。まあ人間のこともわかんないってことを犬に固くして書いてるような気もしますよね、やっぱね。ありがとうございました。おじさんのとこに置いていった。バス、あ、そっか、おじさんのとこに置いていったのか。ね。じゃあ、千歳飴さんありがとうございました。じゃあ続きまして、メルマガ読者玉井さん。第2回緊張と緩和のケーススタディ。本書、地区検断、独語の第5、うにもつかぬ雑感以下に編み出したり。あらすじ。犬嫌いの男がひょんなことから野良犬のポチを飼うことになったが、ある日ポチが皮膚病を発症して最悪だったけど、同タイミングで引っ越しの話が持ち上がったので、これ幸いと。男はポチを殺そうと毒薬を混ぜた肉を与えたが、なぜかポチは死ななかったことをきっかけに、男は芸術家としてあるべき姿を見出してポチを殺すのをやめて、みんなで一緒に引っ越すことになりましたよっていう心温まるハートウォーミングストーリー。緊張と緩和について、この話を辛辣と捉えるか、あるいは滑稽と捉えるか、私は後者の滑稽談だと思ったので、以下に根拠を説明する。まず、太宰治が多用する笑いの手法があり、その傾向について4つの条件を同時に満たすケースが大半である。1、主人公、かっこ語り手は生真面目な性格である。2、主人公のプライドが高い。3、主人公はクソどうでもいいことに悩んでいる。4、必死に出ある調を用いる。上記を満たすとなぜ笑いが生じるかというと、緊張と緩和が作用するからである。このメカニズムについては過去に開催された、風と共に去りぬ、読書会における説感想文参照。本書、地区検断における緊張の緩和のサンプル。前述の手法が本書の どこに存在するのか。まあそれは全体を通してそんな感じだけど、まずはシンプルなケースを以下に挙げる。私は真面目に真剣に対策を考えた。私はまず犬の心理を研究した。これは全文で真剣に対策という振り、かっこ緊張を聞かせて、次の文で犬心理、研究というオチ、緩和につなげており、非常に平易な例だと言える。
その他、何点かピックアップして紹介すると、まず主人公の男が作中冒頭から中盤にかけて犬を嫌う理由を延々と語っており、彼の犬に対する思いは、青い炎が燃え上がるほど思い詰めたる像である。非二重理を楽々走破しうる剣客を有し、獅子をも倒す発光鋭利な牙を持ちながら、なんだ無頼の腐り果てた卑しい根性。と、大層な四字熟語を持ちながら糾弾している。犬を。たかだか犬を。と、同時にそんな自分自身を。犬は私にそのような下面女菩薩内心女夜叉的観念の外心がある。と、こちらも大げさに心の内を告白しており、バカバカしい。そして犬を殺すべきでない理由は芸術家、もともと弱い者の味方だからとのことで、このアホだが2秒で考えたのかのような、唐突かつピンとこない理由を恥じることなく妻に説明しており、そして妻は浮かぬ顔をしていたから、やはり浮かぬ顔をしていた。これで一応オチがついた。せいか、作者は作品にどんちょを下ろしたものと見える。と、言ったことを考えながらぼんやりしていたところ、笑いを説明するなんてやぶあかんぜという、桂米男児の声が聞こえてきた。以上、終わり。ありがとうございました。まあやっぱ語り口がね、なんか犬、たかだか犬に関してこう、四文字熟語を連発しながらね、なんか大層大げさに書いてますよね。で、下面女菩薩内心女夜叉的観念の外心、ある。まあ大げさに、心の内を告白してる自分のね性格まで分析して犬と照合して、まあそういう緊張と緩和があって、緊張の緩和があるってことか。まあネタ振り仰々しく書いて、まあ最後は、芸術家はもともと弱い者の味方だから、急に芸術論にね、落とし込むみたいな。散々ユーモラスに書いて急に深刻な芸術論語り出して、唾が浮かぬ顔してたっていうところで、またちょっと緊張と緩和で終わっていくと。ということですね。ここら辺が、まあ面白いって面白いのか。まあ、その魅力という魅力か。と分析していただきました。ありがとうございました。まあ太宰がやってるからね、わりかし別に、ああ太宰だなと思ってそんなに嫌悪感感じないですけど、これ真似されるとちょっと鼻につきますね、この文章ね。でもね、太宰の文章みたいなの、あのやっぱ人の文章で鼻につくっていうのは結構ね、あの私なんかやっぱもう鼻につく文章だともう読みたくないよね。いくらいいこと言ってても読みたくないっていうケースがありますよ。ネット上の人様のノートのなんか記事とかおすすめに出てきてちょっと見てね。いくらいいこと書いてあってもなんか文章から醸し出されてくる何かが嫌だなと思えばね。読みたくないなっていう。ありがち思っちゃうんですけど。まあ逆に言えば思われてる可能性もあるからあれですね。やっぱまあ太宰はね、やっぱ上手いなと思うんですよ。鼻に作ってるは上手いなって思うからね、あんま鼻につかないですけど、これ下手くそだったらやっぱ何鼻につくっていうか聞いてらって書いてんじゃねえよって話になるんだけど、まあ上手いからですね。芸達者っていうかね、だから割がしまあ、前半部分が面白いかと、まあ、私、その、饒舌だなと、中身のねえ饒舌を、だらだら書き上がるなと思って、まあ、読んでたけども、まあ、最後まで読んでみたら、オチが結構、それなりなんか、ほら、まあ、なんだろう、芸術家としての、心構えみたいなこと書いてあるから、まあ、それも長く書いちゃうとね、芸術論みたいなのがなんか鼻につくんですけども、1行2行ピシッと書いて終わるじゃないですか、大体。この作品、大体キリギリスとかもそうですよ。みんな、最後は芸術論になっていくわけです、芸術論。ちょっと下真ん中になってきちゃったけど。だけど、あんまりダラダラ書かないからね、ピシッと終わるから、いや、うまいなっていう。うまいなって思うんですよね。
いやでもね、結局ね、太宰みたいにうまく書く人っていないんですよ、太宰の後に。そんなに。ね、多分うまいなと思う。他に、これだけ、ね、読まれて残ってるってことはうまいんだなと。ということですね。コントでありそう。ありそうですね。その犬を捨てたら、ね、まあ村上春樹さんもほら、親父と一緒に犬を捨てに、猫捨てに行ってたらね、猫の方が先に家に帰ってたみたいなね。最近帰ってたらそうです。ああいう話もね、書く人が書けば、もう先が分かっててもね、落語と一緒ですよ。もう分かってる話だけど上手いなっていうのあるんじゃないですか。もう時そばなんで分かってるよってもうね、一個数え間違いんだろうって思ってても、そこまでに行くに、やっぱ、細かい技術的なもんがあるんで、聞き比べてみるとね。その、やっぱその技術点がね、ピシッピシッと決まってんですよね、これね。太宰先生は。まあ、村上春樹さんもまあ、ありがし、そうだと思うんですけど。太宰を真似たり、村上春樹を真似たりしてる人たちは、なんか素人が気取って落語やってるみたいな鼻につく感じが、出んですよ、やっぱ。髭的なものを面白く書く、今風な感じ。まあ、そういうのありますよね。YouTube でもあるんじゃないですか。自分の飼ってる猫に対して下僕ですって言いながら紹介していくみたいなね。私はこの猫の下僕なんですみたいな。なんとか様とか言いながら。ただ可愛いって言って紹介してるとね、鼻につくからちょっと自分を卑下して、そういうポジション取りしないと、まあ見てもらえないっていうのはあるんじゃないですかね。じゃあ、ありがとうございました、名前さん。じゃあ最後、私です。世間のアイロ。宮崎県の椎葉村で、猟友会がイノシシを飼ってる昔の映像を見た。昔の NHK 特集の再放送、椎葉山物語。10匹がばかりの犬が谷合いまでオスの若獅子を追い詰めたのだが、反撃されて2匹が瀕死の重傷を負い、何匹かが怪我をしていた。雑種の打犬とはいえ、向こう見ずな勇敢さがあるものだと思った。勇敢な犬たちを見ていて、フォークナーの熊という短編小説を思い出した。伝説の大熊を借りに行く話である。猟犬たちは熊と勇敢に戦い殺されていく。代々山奥で自立して生きてきた村人たちの強い意志を感じた。さて、畜犬団である。独了後に何と話に奪捨てを思い出した。奪捨ては男が浮気した妻と水上旅温泉に心中に行く話だった。妻との心中をペットでも捨てに行くかのように描いていた。よくよく読めば妻をペット扱いしているような気がして私には違和感が残った。畜犬団はまさに急病を患ったペットの犬を引っ越しにあたって殺そうという話である。その犬は主人公が飼いたくて飼った犬ではない。雪吊りの腐れ縁でたまたま飼っただけである。それも主人公の煮え切らない中途半端な優しさからできた腐れ縁である。想像するに太宰寄ってくる女性にも万事この態度で接したのだろう。自分の優しさにほだされてずるずる女性と関係を持って捨てるに捨てられず心中未遂を繰り返したのだろう。畜犬団の皮膚病を患った犬と奪捨ての浮気して薄れ汚れた妻と同じではないか。捨てるに捨てられない王の弱者の友なんだ。芸術家にとってこれが出発で最高の目的なんだ。弱者というのは中途半端に他の者に優しくて苦労を背負い込む。だけど救い切れる強さも決断力も判断力も足りないのである。己の手に余れば逃げてしまう。そして自分の無力にへこみ傷つく。だから世間では生きづらい。そういう性格の弱い人たちの同伴者であること、それが芸術の出発で目的だと太宰が言っている。そうかもしれん。しかし、そう決めてしまえば、ますます世間のアイロンに迷い込むという気がした。ニーチェならば芸術は強者のものだと言うだろう。それは世間のアイロンを打ち破り、新たな道を切り開くから。弱者救済のキリスト教が結局弱者のルサンチマンだとニーチェが批判するのは、その意味だ。終わり。ということでした。私は芸術は弱者の味方なのかなって、ちょっと、この文言が気になりましたね。
まあ、ショーペンハウエルとかニーチェって、そうやって言わないですよ。まあ、生きんとする意志の強さが芸術になるみたいなね。芸術観で、人間の弱さを肯定するっていうのはキリスト教で、それは弱者のルサンチマンで、現世を否定してると。現世を強く肯定するのは、やっぱその、芸術なんじゃねえのかと。それは強い人間じゃないとできないんじゃないかと。ニーチェはすごいキリスト教批判で晩年特にしてるんですけども、それを思い出せばやっぱ、太宰治がやたらキリスト教の文言を散りばめながら何か弱者の身形ぶるっていう作品を書いてること自体は、そういう芸術観、こう、高らかに宣言されちゃってんだよ。弱者の友なんだ。芸術家にとってこれが出発で最後の目的なんだって言ってね。そうなのであろうかってちょっと私は、まあ思いましたね。まあ、太宰先生にとってはそうだったんだけども、人の弱さを背負いきれるほどのもんじゃない、中途半端さっていうかね、まあ、犬一匹に対してもこんなに優柔不断であるんだから、人の弱さなんか引き受けられないのに、弱者の友だってこう、味方ぶるっていう、この欺瞞的な態度が、まあ、口ではね、言ってるけど、本当にそうなんですかってね、思っちゃったっていうか、と思いながら読みましたけど。あんま人間が勇敢であるっていうところ、まあ最後ね、この犬が野良犬、そこら辺の野良犬と戦うわけじゃないですか。まあそこはね、勇敢なところは書いたんですけども、なんていうかね、わりかし人間の弱さに寄り添うみたいなことを最後に書いてんで、弱さに寄り添うか。いやまあでも優しい人だと思われたい人なのかなってね、言っちゃうな。まあ、非情な人間だと思われたくないっていう人なのかなって思いましたね。まあ、パブリックパーソナリティっていうかね、まあ、そういうキャラ、そういうキャラで売ってるから、自分が作ったキャラに飲み込まれてっちゃった感じがね、あるんですけどね。まあ、ありがし、ほら、太宰に会ってみるとね、別にそんな陰気な人でもないってね、陽気でいつもキャッキャ笑ってる人だってね、周りの人が書いてますよね。あの、死を人質に取った男って、なんか、YouTube 上にね、ある、その、太宰の生前付き合ってた人たちの証言集めた番組あるんですけども、あれがそんな死ぬような感じに見えなかったってね、いつも明るかったって言ってますよね。でもなんか、小説で書いてたパーソナリティに、やっぱ引きずられてっちゃったっていうかね。なんかそんな感じがしましたね。いい人、どうでもいい人なんだけど、他人に良い人って思われてもしょうもないですよね。ね。最近でも悩みますね、私も。いい人だと思う。ハンナーレント読んでからですよ。ハンナーレントってね、いいことしたらいいことしたから駅前に銅像作ってくれっていうのは政治活動だって言ってて人知れずね、右手にすることを左手に悟られるなみたいな、人知れず善行を積むってのは社会をぶっ壊すって言ってるんですよ。で、キリスト教がそうだから、善行は善行としてやったってね、大声で言っていいんだと。で、みんな褒められるっていう、そういうのが大切なんだってね、はっきり言ってたんですよ。で、確かにそうだなと思ってね。太宰ってほら、銅像作られたいとかそういう人じゃないじゃないですか。人知れずいいことやりたいけどできない人っぽいじゃないですか。人知れずいいことだけしたいんだったらもう出家なり、修道院に入るなり、生き方があるんだと思うんですけども。あれはね、自分のキャラクター作っていい、弱くてどうしようもないけど、共感してほしいみたいなポーズ撮ってんじゃないですか。で、なおかつそれが芸術だって思ってるんですよね。だけどまあ、
ハンナーレント読んだらね、やっぱ、だから安倍さんの国、安倍晋三なんかせいぜい下野主席思想とかね、山口県で幻想だけやれば十分だろうってね、ひがみで思っちゃうんだけども、業績がどうであれ国葬をぶち上げてやった方がね、政治家として華々しいからいいだろうって考えもあるんだなってちょっと思いましたね。いきなり安倍さんの国葬の話になっちゃうんですけど、なんか政治家がね、まあ、あまりにね、みんなが政治家にも製品を求めると、政治って成り立たないんじゃないかってね、ハンナーレントが言ってんですよ。だってまあ、俗物のやるね、銅像建てるなんて俗物の自己顕示欲なんですけども、その自己顕示欲が政治のパワーなんだって言ってんですよね。で、そう考えると、太宰ってやっぱその対極じゃないですか。弱者の友だみたいなね、こと言ってるんだからね。やっぱ、なんていうか、それが日本人に受けるっていうのはね、それはなんかその日本人の小ささっていうか、こういう作品ばっか書かれちゃうと、偉大な人間は書きようがねえなっていう、なんか弱い自分を認めてくれみたいなところに落ち着いちゃうね。文学しか出てこないし、日本の文芸自体が。まあ、日本の文芸自体がありがちにめめしいことしか書いてないじゃないですか、昔から。なんかその、わびさび的なね。あの、偉大なパーソナリティね、書くこともないし、偉大なパーソナリティが生まれるような政治的なイベントもないし、ありがちちっちゃく、島国でちっちゃくまとまっちゃうのはなぜかなっていうね、根本的な原因が垣間見たような気がしましたよ。その、弱き者の友なんだみたいな、一説に。まあそういうの、ニーチェとかやっぱそういうの批判してるわけですよ、やっぱね。俗物でもいいから偉大であるぐらいのね。なんだやっぱ、なんか、誤解されてもいいから強さに寄せてけっていうかね。そういう考え方もまあ重要なのかなって、ね、まあ思い、最近思うようになりましたね。ということでした。じゃあ、プレイバック。MYZ さんありがとうございました。ちょっと上野動物園に行きたくなってしまった。ね。パン、ちょっとやっぱパンダってすごい特殊な生き物ですよね。なんか何考えてるかわかんないっていうかね。謎に包まれすぎてて。ちょっと人間が思いを寄せるには謎に包まれすぎてる生き物だなと思います。まあそんなこと、まあ犬は割がし飼い主にいるっていうかね。わかっちゃうから、あれやねん。その犬の卑屈さがたまらないと思うんでしょうね。ありがとうございました。江端さんもありがとうございました。まあ、飼ってると、まあ、なんかまあ、共依存状態になっていくってことを書いていただきました。芸術家はもともと弱いものの味方だったはずなんだっていうのも共依存じゃねえのかっていうのはね。まあ、前回って坂口安吾が、ナンセンスとかファルスとかが芸術なんだって言ってたのと違いますよね。弱いものの味方っていうのはね、太宰の芸術感ですね。ありがとうございました。さくらさんもありがとうございました。まあ、犬を信頼できるかって問題ですね。それ、あれですね。やっぱ、私も一末、いつもでかい犬とか見てどういう神経して飼ってんだろうとかね。あのシェパードみたいな犬飼ってる人見ると、どういう精神構造があれを飼いたいと思うんだろうって、ちょっと思っちゃうところありますけど。ありがとうございました。トトさんもありがとうございました。やっぱね、冒頭部分のつかみがね、つかみがいいですよね。あと奥さんがね、やっぱちょっとしらけた感じで距離取って見てるとこは、これ、
奥さんもね、主人公に同調してなんか喋ってたらちょっと気持ち悪い作品になりますよね。ちょっと、距離感があるから、ちょっと成り立ってるとかね。まあ重要ですよね、この奥さんね。ありがとうございました。ほよさんもありがとうございました。まあ、心中とか自殺という結末に向かっていくっていうかね、その、毒入りの餌を食わそうってとこから、そっちに行っちゃうんじゃねえのかってね。まあ実はそこに行きそうな恐ろしい話ですよね、これ書いてることね。なんか、自殺とか心中っていう自己正当化に向かうメカニズムが犬との関係にやられちゃってますよね。と思いました。ありがとうございました。千歳飴さんもありがとうございました。キリスト教をねじ込んで欲しかったっていうのはちょっと面白かったですけども。まあ犬に寄せて自分の嫌な動画書いてるんでしょうね。まあ、やっぱ奪捨ての、妻を捨てた小説を書いたから犬も捨てて、犬を捨てて妻も捨ててみたいなね。わりかし、手癖で書いてんじゃねえのかと思わざるを得ないような、ちょっと似た内容ですよね、これ奪捨てとね。ありがとうございました。玉井さんもありがとうございました。緊張の緩和。まあ、太宰の文章の、まあ、ユーモアがどっから出てくるかっていうね。笑いの手法を分析していただきました。ありがとうございました。今日早く終わっちゃったんで、来週は、犬に服を着せてずっと抱っこしたまま散歩する人、馬車的なものに乗せて散歩している人間を私が犬なら噛みついていますが、それをさせないように飼いならす人間もまた何かに飼いならされてるのでしょうか。何なんですかね。まあなんかね、豊かさの象徴として飼ってる場合もあるでしょうね。わかんないけど。どういう精神構造なの？自分の子供が可愛いと思って見せびらかす悪趣味だけど、犬だと可愛いと思って見せびらかしてもあんまり悪趣味だと思われないんじゃないですか。わかんないけど、そんなに。なんか、でもまあ詮索して言うと、ひがみみたいに聞こえてくるから、もう言ってもあれなんですけども。でもほら、多分ね、もしかしてほら、犬散歩してると、ほら、犬の飼い主同士で仲良くしてんじゃないですか、わりかし。コミュニケーションの道具ツールではありますよね。割り返しあるんじゃないですか。うちで猫飼ってるから見に来ないみたいな、くどき女性にね。うちで猫か、可愛い猫飼ってるから見に来ないみたいな。断りづらいっていうか、猫好きだったら引っかかる。まあそういう意味ではね、その、ペットを媒介にして人間関係が円滑になるというか、まあ家族の一員として家族を、繋いでるとかもあるんでしょうね。多分。まあ、潤滑油だったら潤滑油なんでしょうね。そこで、まあ、その、なんか服を着せたりね、乳母車に乗せたりってすんの、あれですけどね。一方で、ぬいぐるみに話しかけながら歩いてると、完全に行っちゃってる人だと思われるからね。難しいとこなんですけどね。何度も話すんですけど、あれだ、なんだっけ、ツインピークスに丸太おばさんって出てくるんじゃないですか。丸太いつも抱えて丸太が話があるって言って。自分の抱いてる丸太をコミュニケーションツールに使ってる人いるんですけどね。あれはでも受け入れられないですよね、やっぱね。と思いますけど。OC 文学ってどんなのかな。やっぱ人間の偉大さみたいなのを書くっていうか、なんだろう。なんだ。惜しい文化。小説では難しいですよね。ホメロスのイリアスとかオデュッセイアとかも戦争文学みたいな。人間が永遠戦ってこう、勝利に導いていく。なんか、そういう、政治闘争とか。なんか、書くんじゃないですか。パルムの総員とか。パルムの総員とかじゃないですか。
日本の小説ってそんなに、やっぱ、政治小説書きづらいし、世間に負けない勇者を書く物語。やっぱ長いものに巻かれて生きてるからね。まあ夜明け前みたいにね、世間の変革に耐えられずに座敷牢に入れられるみたいに なっちゃいますよね。難しいです。日本の小説家っていうのは、まあ、三島先生みたいにそういうの書こうとすれば結局、盾の会を作って滑腹自殺してしまうっていう方向になっちゃうじゃないですか。惜しいものって文学に合わないのか。合わない。まあまあ、あるとしたら、惜しい人を文学として書くってことですね。まあ、だからプラトンがソクラテスを書いたようにね、誰かの伝記を書くみたいな、ことはあるでしょうね。まあ、日蓮について書くとかね、親鸞について書くとか。いや、ありがち宗教家、人間革命みたいな。池田大作先生の自叙伝みたいなあれの惜しい文学なんじゃないですかね。もしかしたら。犬イコールツールという感覚がちょっと怖い。まあ、まあ、利用してるってことはないんだけども、何かしら潤滑油として犬がそばにいる生活があるでしょうね、多分ね。スーパーボランティアオバタさん。スーパーボランティアじゃダメなんじゃないですか、やっぱ。やっぱもっと俗っぽくないと。自己完結のボランティアなんかしてるとあんまり、なんか宗教家みたいに、なんか釈伏してくれないと、やっぱり。強制を張ってって釈伏、スーパーボランティアを増やしていかないと。ねえ。夜明け前をゴダールに映画化してほしい。言ってることがよくわかんないんですけど。来週はですね、大岡翔平先生のびです。じゃあ、ありがとうございました。